おはようございます。今日何月、あ、4月21日日曜日、昼の1時です。雨です。今日もこちら元気です。僕自身、まあ、クロロ農園の鶏たちは夜になったらこの箱に入ります。で、この当農園の自然体験や視察に来られている方々が、夏大丈夫かも、熱中症で鶏一つかかってないみたいな多くの意見をいただきました。そこでこの度クロロ農園は温度測定を開始したいと思います、今日ホームセンター行って1時間ぐらい悩みました。よいしょ。まず温度、温度計温度計を設置した一つ目の場所は、これすごくないですか、これ子供らが作ったんですよ。これ見た、すげえ。あ、これ傘でかすぎて入らないからちょっと片時を。よいしょ。ここ、このなんかテントっぽいところの中、ま、温度見えますかね、19度。まあ今ちょっと置いたばっかなんで、まだ温度はそんな変わんないかな。うん、19度で、うおっぷね、こけよった、あっぷな。こっちはひな用の箱で、こっちは成形用の箱なんで、で今ちょっと何個か使ってない箱あるので、こちら1個のけて、まあ、場所的にそんな変わらないと思うんですよ。日光の当たり具合、1、2、3箇所ね。なんでここに、よいしょ、雨より撮影だね。よし、お、今あ、20度。お、もしかしてこの箱の方が熱い、箱穴開いてるよ。でも穴開いてるよ、意外、箱の方が熱いんよ。今20.5度ぐらい、0度、10度、20度。わお、ちょっと意外な検査結果が分かりました。で、しばらくこれでちょっと測っていって、果たして、よいしょ、この箱とあそこのテント、どちらの方が気温が高いのかを見ながら、ちょっとね、もう間もなく増えていく鶏の導入時期の予測をしていきたいと思います。では、暑い。本日も動画視聴いただきありがとうございます。クロロ農園の亮太でした。失礼いたします。最後にちょっとニワトリもう一回出しておきましょう、映しておきましょうか。よっしゃ。ひな大きなったでしょう。めっちゃ最近大きすぎて捕まえるの超大変、うわー、なんか雨の日みたいな、なんかちょっと違う。では失礼いたします。